最近資金導入されてる。戦闘モードを起動しているようです。対処しつつ急ぎましょう。お疲れさん。怪我はないな。止められねえか。飛ばすぞエレイン。これ以上被害は見過ごせない。じゃあ始めるか。負けられない。この剣に誓って。見つけた。共和国軍の部隊をここまで。あれがもう一人のグレンデルか。じゃてめえ、ああバン来たわね。妖精。いいえ、ホローのプログラム。さあ始めちゃいなさい。赤黒き魔装機、今こそ全てを食らい尽くす時よ。やるしかねえみてえだな、エレイン。ええ、負けるわけにはいかない。行くわよ、バン。シャアを警戒するわ。強い。し、このままじゃ。なんだ。け、エレイ。逃げて。
お嬢さん、下がるんだ。いや、そんな、アンさん、いや。でしたら、ヴァンさん、エレインさん、私にも手伝わせてくれませんか？それは…なんだ、今のは。裏解決屋のバイトの一人として見過ごせない状況です。それに、変身する直前に犯人が取り出した何か、もしかしたら。当然その可能性には気づいてるか。心配するな。一旦この件はこっちで何とかする。学芸祭自体はまだ先だろうが、生徒会は本格的に準備を始めてんだろ。前にも言ったが、学生の本分を忘れんな。それは今しかできない貴重なもんだ。なあに、非公式だが剣の乙女もついてる。手がかりさえつかめば、あとはどうとでもなんだろ。そうね、万に疑いが向かない形で応援を要請することもできるでしょう。現時点で民間人を巻き込むのは遊撃士としても避けたいところだわ。わかりました。エレインさん、ヴァンさんのことをよろしくお願いしますね。っておい、一応依頼を受けたのはこっちなんだが。まあ建前はこの際いいでしょう。いい報告を楽しみにしていて。はい。あ、いたいた。おい、アニエス。あれ、ヴァンさんじゃないですか。こんなところで奇遇ですね。なんであんたがここにいるんだ。オデット、アルベール君。よ、学生ども。特別外出中に堂々と相引きとは、
不良になったもんですにゃん。ねえ、そんなわけないだろ。で、あなたは。こんにちは。待ち合わせしてたみたいね。おやおや、これはまさか修羅場ってやつなのでは。おてっと、すみません、私たちそろそろ行きますね。バンさん、エレインさんもどうかお気をつけて。お、結果は次のバイトでな。学芸祭楽しみにしているわね。なんだこの感覚は。何かこのままだと。アニエス、ヴァンさん、次のバイトは来週の日曜だったな。これから忙しくなるんだろうが、来るならきっちり用事は片付けとけよ。はい、もちろん分かってます。また来週よろしくお願いしますね。ヴァン、そういえばさっき何か。分からねえ。だがとにかく情報整理で一旦事務所に戻るぞ。すぐに連絡するって言っていたけど。どうした？そういや、出発前にどこかと連絡を取ってたみたいだが。いえ、ちょっとね。とにかく急ぎましょう。何かが起きてしまう前に。着いたか。そろそろ日が暮れちまいそうだな。とっとと聞き込みを。バンさん。予想通りの時間だな。な、アニエスさん、ルネ、お前らどうしてこの場所に。生徒会の用事を急いで片付けて来させてもらいました。やっぱり私にも手伝えることがあるんじゃないかと思いまして。エレインからの頼まれ事の直後に連絡があってな。保護プログラムの一環としてのホットラインで問答無用に協力を取り付けられたわけだ。まさか初めての利用がこんな形とは思わなかったが。何分緊急だったもので。前にお父さんからも困った時はいつでも頼れって言われてましたし。そういうことだったのね。アニエス、お前勝手なことをしてすみません。でもどうしても気になってしまったんです。あの時のバンさんの顔が。伸ばしかけて結局収めてしまったその手が。ただの勘違いかもしれないし、どうしてかまでは分かりません。でも
何かしなくちゃいけなくて、だからこそ私を巻き込めなかった。そうじゃありませんか、アニエさん。正直何が何だか自分でも分かってねえくらいでな。そんなことにお前を付き合わせるのは。言ったじゃないですか、寄り添うって。狭間で困っている人を救い上げるのはヴァンさんの方からだけじゃありません。どうか頼ってください。私だって裏解決屋の一員なんですから。叶わないわね。やや過剰とも言えるメンツだが、その分何があってもフォローできるだろう。この建前なら貸し借りも発生しまい、断る理由などないと思うが。ったく、わかった。きっちり学校の用事も済ませてきた以上、言うことはね。押しかけてきたからには最大限のサポートをしてもらうぜ、助手一号。はい、任せてください。駐屯地にはCID 方面から調査協力要請を出しておいた。私の権限で司令と引き合わせよう。十分以上の情報が得られるはずだ。頼りになるわね。だったら早速。動くな、手を挙げろ。CID からの報告にあった極秘手配犯か。貴様には射殺許可が出ている。おとなしく投降しろ。さもなくば。なんだこれは。動けない。全てを。当たりだったか。マジで追っ始めやがるとは。それにこの反応は。見過ごすわけにはいかない。念のためカードキーを用意してある。あの通用口から行けるはずだ。用意のいいこった。急ぐぞ。あなたね、首都の裏で動いていた惨殺事件の犯人は。まさか本当に軍の駐屯地に乗り込んでくるとはな。新兵器導入のゴタゴタの隙をついたようだが。でもなんとか間に合ったみたいです。遊撃指揮役に基づき現行犯逮捕する。おとなしくしなさい。不気味な野郎だ。こんな騒ぎを起こした以上、軍も黙っちゃいねえ。すぐにここは包囲されるはずだ。その前に聞かせろ、てめえは一体何者だ。どうしてその力を持っている。目的は何だ。スプリカイバンアークライド。キュッ。バンさん。バン来たわね。思ったよりも早かったけれど。バン。赤い妖精。いいえ、ホローのプログラム。まさか最後のゲネシス。やっぱり持っていやがったか。だがあの形は。さあ始
めちゃいなさい。赤黒き魔装機グレンデルゾルダ、今こそ全てを食らい尽くす時よ。シャアの侵食、ブルートザグレンデル。映像にあった。久しぶりじゃねえか、メアちゃん。あの時の、バックグラウンドである程度は見ていたわ。顔を出さないうちに随分と厄介なことになってるみたいね。もう一つの枷に赤い炎だけど、私たちとは明らかに違う。一体何者なの？そいつは、違うって何のこと？何者？私は私でしょ。あなたなんだか不愉快。一緒に消えてちょうだい。バンさん。ああ、メア。待とうぜ、とっととやる。分かった、久々に行くわよ。シャード解放、テイクザグレンデの。だが油断はできん。最大限の警戒を。サポートします。なんとか乗り越えましょう。おう、背中は任せたぜ。で読んでいたように。ダンさん。
重いんだよ。ナディア、はい、それダウト。久しぶりだな。厄介なのとやり合ってるみたいだが、少し見ない間にコスプレ始めてるのはちょっと意外。コスプレじゃねえよ。だが助かったぜ。あなたたちは一体。まだよ。傷一つついてないとはな。高密度のシャード装甲か。このままだとまずそうだけど、なんとか脱出ルートくらいは確保できるかな。ああ、あんたに借りを返す絶好の機会だろう。お前ら。いや、十分だ。おかげで時間は稼げた。大統領直属のアルファ中隊ね。仕込んでやがったか。しまった。影。待ちやがれ。消えたか。あの人は一体。ふん、何よ、寄ってたかって美しくないわね。まあいいわ、これで準備は整った。また会いましょう、次の悪夢で。スーちゃん、面倒なことが起きてるのは確からしい。だがこれで少しは借りが返せたか。そうだな、正直返しすぎなくらいだろ。でかくなったもんだぜ、二人とも。だったらお釣りはしっかり返してもらおうかな。頼みたいことがあるんだ、あんたに。この日をどれだけ待ちわびたか。これでようやく世界は変わる、変えられる。待っていてくれ、近いうちに必ず迎えに行く。共に見届けよう、私たちが作る新たな世界の夜明けを。仕事終わったよ。これにておっさんの仕込みもバッチリ完了って感じ。まあそう焦るなよ。
まだ仕込んだのは凶器と動機だけ。最高の化学反応を見るためにはもう数滴、とびきりのスパイスが必要ってね。お前さんたちにはここからが本番だ。おじさんの分までしっかり働いてもらおうか。ははっ、面白そうじゃん。まあ、こっちはこっちで好きにやらせてもらうかな。さあ、あのカルナバルもパンデモニウムカスすらも超えた最大級の劇場型犯罪の幕開けだ。せいぜい楽しんでくれよ、裏解決や試食。ま、こんなもんだろ。ランクアップか。は、気前のいい子った。文句なしだな。当然のことをしたまでよ。